魔女にほとんど奪われてしまった。残ったパイはあと一つ。大事に取っておかなくては。ここで死ぬわけにはいかん。これが最後の食事か。でも俺が死んだら母さんが悲しむだろうな。母さんに会いたい。絶対魔物に捕まらん。どうやってここに来たの？まさか沼地を泳いできたの？勇士は探検を楽しむもんだ。沼なんてどうってことない。そうなんだ。じゃあ今度は何持ってるか見てみよっと。何があるかな。ダメだ。残りのパイは絶対にやらん。また逃げちゃった。いつまで持ちこたえられるかな。ねえ、泣いてるの？うわあ！ここに隠れてて大丈夫？ゴーレムたちがあんたを捕まえに来ちゃうよ。隠れていたんじゃない。探検中だ。ゴーレムなんて相手にもならん。正直に言いなよ。あんた道に迷ってんでしょ。何？そうだったからさ、森から出たいって言ってたでしょ。いい方法を教えてあげる。私には使えないんだけどね。勇士が魔女の力を借りるなんて、そんなことあってはならん。そう？じゃあもう行っちゃうよ。あんたにはもう用はないからね。パイもなくなっちゃったみたいだし。待って助けてくれ。初めっからそう言いなよ。勇士のくせにプライドだけは高いんだから。
け出せるんだよな。どこに行くかまでは私もわからない。でもここから抜け出せるってことは確かよ。ついてきた。助かるよ。よろしく頼んだ。
うっさいな、ブサイク魔女め。人の食事を邪魔するんじゃねえ。ほら、さっさとあっち行け。樹液を飲んでいたところだ。そんな、私ももったいなくてあんまり食べてなかったのに。精神支配で一生私の部下にしてやるんだから覚悟して。私の魔法を避けた。まともに照準もできないくせに当てれると思ったか。またまた。これはどう。この魔女め。ご主人様にお使いするっす。そんなんじゃまだ足りないよ。世界で一番偉大なパイフェリー様って3回言ったら許してあげる。なに、丸焼き決定。世界で一番偉大なパイフェリー様、世界で一番偉大なパイフェリー様、世界で一番偉大なパイフェリー様。入ってくる虫がどんどん多くなってきてるんだよね。
す。ですが、今回は頑張れる理由が。
古いゴーレムス。
この草の魔力を吸収すると能力が上昇する不思議な草です。どこでも家に帰る。
全然読んでないんすか？少しは勉強もしてくださいよ。家の床に空間移動の魔法陣が大きく書いてあったじゃないすか。標識を思い出してください。それはその位置固有の標識っす。ご主人様のローブの魔法陣と同じっすよね。うん、思い出した。
レムが追いかけてくるぞ。みんな逃げろ。ちょうど新しい魔法だ。
から好きに杖を進化させてみるさ。Yeah.
汚い魔物め、俺がここで死ぬと思うか。必ず魔女を捕まえて森を脱出してやる。主人様、ご無事っすか？
諦めなさい。話せ。あんた帰ったら思いっきりお仕置きだからね。ここから落ちたらどうなるか。世界で一番偉大なブラック嬢様って3回叫んだら助けてあげてもいいぞ。あんた、まだ状況が理解できていないみたいだな。お前の運命はこの足にかかっているってことだ。早く行った方が身のためだぜ。あんたね、本当にただじゃおかないからね。そうか、仕方ないな。さらば悪魔よ。うわ。
主人様、生きていたのっすか？待ってたんすよ。うん、生きてたよ。感情表現が非常にお熱いっすね。今度こそパンダの足絶対離せないとからね。でたらめなこと言ったらどうなるかわかるよね。はい、お家まで安全にお連れしますんで。島にまた？バルトの後ろのことはどうするんですか？バルトの後ろの壁よりもここの方がもっと気になるの。島いっぱいに広がる不思議な魔力。それとこれ見て、水の上に巨大な木の家があるの。不思議なことがしてくるっす。ここより森の方がよっぽど安全です。それは島の調査をしてから判断するよ。Thank you.
でした。弱すぎる？ちょっと、私がやられて欲しかったんでしょう。いえいえ、そういう意味じゃないっす。このライオン、神殿の守護動物なのにって話っすよ。泉が閉じてから弱くなったとは聞いていましたが、これはちょっと…神殿？守護動物？あの倒れた神殿を守る、いわば守護者みたいな感じっすね。ご主人様、神殿に入ろうとしてるみたいなんで言っておきますけど、入ったところで…入ろう入ろう。バルタの後ろに行ったら人間の世界に出るんじゃないの？
んな理由で人間の世界に行くんすか？危険を承知で重すぎますって。それに今も食べてますよね。パイならいつでも勇士から奪い取れるじゃないすか。Thank you.
攻撃魔法は鋼の防御力を一部無効化する効果があるんすよ。だからとりあえず学んでおいた方がいいっすね。そうか、鉄製の鎧を着た勇士と戦うときに有効に使えそうだね。あれ、箱の下に石板があったみたいっすね。やったー、作るのめんどくさかったのに、すぐに電撃魔法陣が